部屋一面が凍っていますね。これはどうしました？青バラの剣だ。ユージを、なんという、これを引き起こしたのはユージをなのですか？ああ、間違いないだろう。あいつの青バラの剣の武装完全支配術だ。俺も正直これほどの威力があるとは思ってなかったけどな。おじさま、今から数時間前、エンハンスアーメント剣の代わりにしただと。おじさま、騎士長閣下、なぜこのようなお姿に？これはユージオの武装完全支配術じゃないぞ。私もそう思います。昔おじさまから聞いたことがあります。元老長はあらゆる人間を石に変えてしまう権限を与えられている。その対象には聖号騎士すら含まれると。確か術式の名はディープフリーズと言ったはずです。ディープフリーズなら、このおっさんじゃない、騎士長殿にその術をかけたのは仲間のはずの元老長なのか。でもどうして、今や侵入者を討伐するための貴重な戦力だろうに。おじさまは元老院から降りてくる指示には密かな疑念をお持ちのようでした。しかしかつての私と同じように氷協会による統治なくして人界の平和はありえないと信じ、これまで永劫の日々を戦ってこられたのです。元老長にいかなる権限があろうとも、このような仕打ちを受けるいわれはありません。断じて。おじさま、何をして。ディープフリーズを自力で解除しようとしているのか。おじさま、やめて、もうやめて、体が壊れてしまうわ。おじさま。よう、ジョーちゃん、そんなに泣くんじゃねえ。美人が台無しだぜ。おじさま、心配すんなって。こんな術式一つで俺がくたばるわけがねえだろう。それより、そうか、ジョーちゃん、ついに壁を越えたんだな。この俺が300年かけて破れなかった右目の封印を。おじさま私はそんな顔すんじゃねえ。俺は嬉しいんだぜ。これでもう
俺がジョーちゃんに教えることは何もねえ。そんなこと、そんなことありません。おじさまにはもっともっと教わりたいことが たくさんたくさん。ジョーちゃんならできるさ。氷教会の過ちを正し、この歪んだ世界をあるべき形へ導くことが。おい小僧、アリスの蝶ちゃんを頼んだぞ。わかった。お前の相棒は元老長チュデルキンが連れて行った。おそらく最高司祭殿の居室へ。急げ、あの坊やが記憶の迷路に惑わされる前に。おじさま、ユージオはやはりすでに最高司祭様に囚われてしまったようですね。急いだ方がいい。あの方の行いは人の考えの及ぶところではありませんから。話したことがあるのか、アドミニストレーターと。一度だけ、もう6年前になりますが、聖号騎士見習いとして過去の記憶を全て失った状態で目覚めた私は、召喚主であり人界における神の代行者でもあるという最高司祭様と対面しました。見た目には剣は愚か、重いものは何一つ握ったことのなさそうな、なよやかで美しい方なのですが、あの目、あらゆる光を跳ね返す鏡のような銀色の目。そう、今ならわかります。あの時私は最高司祭様を深く恐れた。決して逆らってはならない。お言葉の一辺たりとも疑わず、全てを捧げて使えねばならないと私に思わせたのは圧倒的なまでの恐怖だったのでしょうね、きっと。アリス、大丈夫です。おじさまと会えてよかった。これでもう私の心は決して揺らぐことはありません。さあ急ぎましょう。おい、騎士長さんはあのままにしておいていいのか。元老長チュデルキンを吊るし上げて術を解除させるか、あるいは切り捨てればそれで済むことです。敵がいます。行くぞ。ジェネレートメタリックエレメント、
近く。ジェネレートメタリックエレメント、ジェネレートアンブラエレメント、ディスチャージ、これでどう？行くぞ。行くぞ。ジェネレートサーマルエレメント、ディスチャージ。どんな敵だろうとお前とジェネレートサーマルエレメント、you
終わりましたね。ジェネレーター増やせれると。ディスチャージ。ジェネレートサーバルエレメント。ディスチャージ。いざ尋常に参る。お前となら勝てます。支援に入ります。一気に行きます。お疲れ様です。